プロになるときはね、もう完全リクルートスーツですね。私も大好きだったんですけど、あの紺のサテンに、まあ、白いブラウス。もう一番嬉しかったのはね、ハイヒールを履いたの。品川美智子時代から、丸尾長健という私のメンター、東宝の演出家です。まあ、宝塚もあれば、日劇ミュージックホールというところの演出をやっていたので、それから非常に当時の、まあ、イケてる人じゃないけれど、まあ、指導的な、ね、エンタメの世界もそうですし、いろんな、ね、人材を育成してた方なんです。で、その中の私は魅力学をやりなさいということで、先生の実際にそういったものが週刊誌に出たりするっていうことで、どんどんその私を品川美智子さんっていう子がいるよって、こういうことを目指してるんだよっていう、まあそこまで書かなくても、とにかくモデルとしてね、随分使っていただいたことが、まあ、実体験になっていって、それを指導ができたってことですね。たくさんの有名人の方が講師として名前を連ねていらっしゃいましたけれども、現実にね、それらは、まあ、ゲスト講師ということになるんですが、私は専任講師ということで、美容と、それから表情ですね、それから体操と、この3つを受け持ったわけですね。で、その私としてはですね、本当に、美容学校へ行って美容師のなんていうか技術ができるわけじゃないんですけれども、自分でやるっていうことを教えることなので、まあ、それも教えられました。自分の体型を整えていたいということもありましたから、まあ、美容体操っていうのもできましたし、まあ、表情は女優志願でしたから、それも活かすことができましたので、まあ、順調に、出発したんですね。で、やっぱりそのチャームスクールっていうのは、私が出た、クイーンチャームスクールとか、そういったものしかなかったので、大変珍しがられて、当初はやっぱりメディアでもね、相当ね、紹介もされたんですよ。魅力学は魅力を引き出すっていうのは口で言うのは簡単だけど、じゃあ現実にどうするかって言ったら、やっぱり一番最初は見場じゃないですか。見てくれですよね、印象ですよね。その印象作りの中のことで、美容と表現と、まあ、体作りっていうことで体操っていうのが、私自身も女優志願だったから、基本的なことはもうそこで学んでるわけですよ。で、同時にその先生についていろんな舞台ね、練習中なんかを見てまして、その演出の仕方とかそういうのを見てると、あ、これはエンターテインメントの人たちに出すけれども、教えてるけれども、一般の人にも使えると、その時思ったんですね。ですからチャームスクールの講師になった時は、そんなに困らなかったですね。まだ22歳ですからね、先輩の人も多かったんですよ授業を受ける人の方がね。でもあんまり物おじするっていう感じはなくて、あなた自身の魅力を引き出すためにはこういうヘアをやったらいいですよとかっていうのは、自分で言うのもなんですけど、割合説得力があったと思うんですね。で、自分も綺麗になりたいから、メイクはこうしようとか、ヘアはこうしようとか、着るものどうしようとか、体型はこうしようっていう、そのこと自体が教える材料になり、テキストになったから、もう本当にワクワクドキドキ、その教えることの楽しさ、そしてその人がこう変わっていく、それがね、もうこれぞ魅力学なんていうふうに思いましたね。日本チャームスクールが2期をもって終了してしまったからですよね。終了っていうか、生徒さんが集まらない、6ヶ月でその閉校になってしまった。で、私はワクワクドキドキして指導することが楽しいなんて言ってたんですけど、もう教えるところがないということで、どうしようかどうしようかっていろいろ考えた末、じゃあ自分の目でやっちゃうと。で、自分の目でやっちゃうにはスケールが小さいから、スクールっていうわけにはいかないから、なんとか教室っていう名前をつけて自分の家でやろうって勝手に決めたんですよ。それで、ある時、タクシーだったかね、歩いてたかわからないけど、パッと見たらコンサルタント、まあ、多分
法律とかね、税理とかの関係でコンサルタントって聞いたこともないんですけど、それを調べて、あ、いろんな相談に乗るんだなと思って、ビューティー&チャームコンサルタント教室っていうのを自宅でやるって、こう決めたわけなんです。だから私の経営っていうよりも、他のね、ところに勤められないし、まあ、私が専属講師になれたっていうのもメンターのおかげもありましたし、時代のね、その流れに乗れたってこともあったんですけど、じゃあそれが他のね、立派な企業行って何らかの形で通用するかっていうと、もうそれは全然ないですよね。それで自分の教室っていうので親に頼んで、自分の部屋が2階にあったんですけど、自分の部屋と弟の部屋が並んでいて、そこに廊下があったんですよ。その廊下をなんていうか、もうちょっと広げてほしいと言ったの、まだから、でそこで、やるって言ったら、両親も呆れてましたけどね。こんな、なんで呆れたかっていうと、超住宅地なんですよ。もう日常歩いてたら人っ子一人通らないくらいに、本当に、なんていうんですかね、そういう住宅地であると同時に、うちは市道を入ったところだったんですよね。だからこんなところであなたね、そんな、仕事ができないわよって言われたんだけど、もうとにかく言い出したらもう聞かないから、それで親がね、櫓っていうんですかね、ちょっとこう、まあ、おかんがつったかな、なんかその柱をだけ立てて、その板の間をこう増築してくれたんです。で、決まったんだけど、やっぱり同じで、どうやって集客するかですよ、誰も通らないんだから。そしたら、その時、チャームスクールで、教えてた人たちが3、4人ね、もうちょっと来てくれたんですよ。で、どうしようどうしようって言ったら、メンターが、じゃあ、知ってます？ガリバン釣りってこう、自分で擦れるね、印刷の、なんていうんですかね、自慢印刷機みたいなのあるじゃないですか。あれで40枚、品川美智子がこういうことをやりましたっていうのを、私が自分で書いたのを先生が、品川美智子くんがこういうことをやって、自分でこういうことをやりたいっていう夢を持ってるからお願いねって、マスコミに送ってくれたんですね。それは、単にマスコミのどこを送るかっていうと、やっぱり家庭科とかね、婦人部とかそういうとこあるじゃないですか。そしたら、新聞がその2階の私の部屋に上がってきてくれて、写真を撮ってくれて、びっくりしてましたよ。あまりにも狭くて、本当に昔の寺子屋だったらこういう風に縦に長いのに横に長い、うなぎの寝床みたいだから斜めから写真撮ってくれて、でその新聞が載りました。それから週刊産経っていうところの、まあ今でもありますよね、週刊産経っていう週刊誌が来てくれて、品川美智子の事業計画っていうことで、大々的に新聞の広告、電車の広告、まあ、出るじゃないですか。もう今週のね、トピックはこうっていうところに私が載ったんですね。そしたらそれを見た人が、その会社とか新聞社に問い合わせをして、で、私のところに来てくれるっていうことで、ようやく教室が成り立ったっつっても、8人がで、せいでいっぱいなんですけど、それをね、何曜日かごと、それから個人にも、相談にも応じます。それから個人のお家にも伺いますっていうことで、なんとか、その魅力研究家という肩書きと美容家っていう肩書きで仕事が継続できたわけです。女優志願から、15から女優志願で、18歳までやって19で魅力研究家ってなったから、それまでの服装って自由なわけですよね。だからいろんな、その頃の、まあ、安くて、なんか自分の見栄えもするのどうなのかっていうのを着てましたけど、いよいよプロになる時はね、もう完全リクルートスーツですね。もう紺のね、サテン、私も大好きだったんですけど、紺のサテンに、まあ、白いブラウス。もう今だってそうじゃないですか。そしてね、一番嬉しかったのはね、ハイヒールを履いた。で、それまでは、私は今でもね、ドレスが好きだと思ってるけど、本当はパンツスタイルが好きなんですよ。だからあんまりね、スカートより
どっちかといえば当時はズボンつってたりね、まあ、パンタロンなんて言葉が出てくるのはずっと後ですから、そういうスラックスとかね、そういうのは履いてたんですけど、もう足を出して、足を出すのが制服で足出してましたよ。でハイヒールを履けたっていうのはすごく嬉しかったんですけれども、その当時ですね、あの靴下、いわゆる女性が履く靴下っていうのはシームがあったのよ、後ろにね。でそのシームの あるその靴下を太ももで止めてハイヒールを履く、もうこれ別に全然疑わないですよ。何はともあれ私の最初のデビューのなんていうかスタイル、ファッションはまずそれで決めましたね。日本チャームスクールの時代にミスインターナショナルもう受賞した人、その方たちが来たんですね。で私も一緒に写真を撮って、やっぱり私その時やっぱ足が長くて綺麗だなって、もちろん背も高いんだけれど、もう顔がちっちゃくて、その当時日本人の平均の顔と顔型のバランスが、ゴールデンプロポーションで 7.3 等身だった。ところがミスインターナショナル、それからミスユニバースは8等身、要するに顔の長さが8等身じゃなければやっぱりかっこよくないって言われた時代だったわけですよ。で、それで、その人たちが、チャームスクールに来た時もある、やっぱり衝撃的だったのは足が綺麗だなっていうことが残ってたんですね。で、その、シームレスっていうのは、後になるんだけれど、ナイロンストッキングは出てたんですよ。で、私たちが、若い頃は、黒のね、木綿の、線のあるシームがある靴下だったんですけど、もう当時としては、一応ですね、まあ、絹の靴下とかですね、それからナイロン靴下っていうのは出てたんです。でも線はあったっていうことなんですね。でそれがもう非常に、ファッションとしては心に残っていたわけです。そうしましたら、先ほど申しましたように週刊サンケイっていうのはフジテレビの関係もあるじゃないですか。で私にですね、そのビューティーチャームコンサルタントで、まあ、いろいろこう取り上げられた時にフジテレビさんがミスシームレスですね、今度シームをなくすコンテストの、審査員になってくれないかっていう依頼がしたんですよ。もちろん